皆さんこんにちは、モーニング娘。トゥートゥーの石田あゆみです。はい、あゆみちゃん、はい、今回はつなぎ姿ですね。そうなんですよ。やっぱりあらあらかしこ石田あゆみが行くといえばの真骨頂でやりました、うん、もうね、ポケットの軍手の感じももうこれ書かれてますね。ちょっとこう出すみたいなねしっかり決まってますが、はい、今回はこのつなぎ姿で農作業。そうなんです。学んだのは今回はパプリカについて学んできました。パプリカですね。そうなんですよ、うん、あのですね、皆さん知ってますか、この宮城県栗原市ではですね、うん、あのパプリカの生産量が日本一なんです。あゆみちゃんもさっき学びました知ってました。そうなんですよね。えちょっと驚きでしたが、はい、どうでした、今日はどういう風にパプリカについて学びました。あ、今日はなんかパプリカですよね。なんかこう、うん、ウィーンってきて、ウィーンってなってカチャで、そしてそれがこうしてこうしてこうしてで、こうしてこうですね。ちょっと分かりづらいのでダイジェスト見てもらいましょうか。はい、はい、どうぞ。もうパプリカ花が咲いたらのはい、その通りです。おー、しかも待って、結構早い。おーおーあ、でも入ります。袋詰めあんま得意なイメージないな。います。おお。やめます。あえて。忘れた。何？間違えた。え？あれ、なんか私料理してました？なんかそうみたいですよ、今日。らしいですね。ちょっとまだ袖の部分は撮影前なので、うん、その料理が成功してるか失敗してるかはちょっとまだわからないですけど、黒焦げとかになってないといいんですがここが？ここが？この辺が。いや、なんか料理がならわかるんですけど、ここが？この辺がね、相当な失敗してるかもしれない美味しいってなってるといいんですか。はい、なってるといいですね。さあ、そんな栗原のパプリカ、はい、モーニング娘。トゥートゥーのメンバーの中で、はい、実際に連れてきて学んで一緒に食べたいなと思うメンバー誰でしょうか。いいですね。一緒にロケとかって、この間のちょっと横山玲奈ちゃんとやらせてもらったの、はい、すっごい楽しかったんですよ。今食べたい注目のパフェ特集に参戦です。正解は B の横山玲奈さんでした。残念。ほら、正解は B の横山玲奈やっぱメンバー連れてくれるってなると、もう本当みんなとこうやって本当は来たいんですけど、すごいたくさん連れてきてますよこれ。本当はみんなとこうやってね、来たいんですけど、何人も、まあ、ちょっともし今一人だよってなるのであれば、そうですね、岡村ほまれちゃんをほまれと一緒にロケしてみたいです。どうしてほまれちゃんを。まずメンバーカラーが黄色。おお、パプリカも黄色ありますね。はい、本当はデイジーとかいうちょっと黄色、うん、黄色でほまれも食べるの大好きです。なるほど。あと、あの、はい、ロケをまだ体験したことがないんですよね。なるほど。なだし、なんかこういうつなぎとかも意外と似合いそう。手足も長いですしね。そう、あ、つなぎ姿のほまれちゃん、そうそうそう、見てみたいな。ちょっと可愛いだろうなっていう。で、なんか意外とブキッチョとか出ちゃったりして、あれほまれわかんないみたいに言ってるの、あ、可愛い。なるほど、お想像できますよね。なるほど、はい、これはハートだね。はい、じゃあちょっとね、実際そのほまれちゃんにはね、はい、この収穫したパプリカ送りますから、あゆみちゃんから。やったー。あゆみちゃんからですね。あ、私から送ります。本当に楽しみに待っていてください。やったはい、ちょっとね、もうちょっとメンバーの話してもいいですか。あ、はいはいはい、新メンバーがついに加入しましたね。ありがとうございます。そうなんです、16期メンバーの桜井梨央ちゃんが
加入したんですけれども、桜井梨央ちゃん結構しっかりしてる子なんですよ。で私たちもまだなんか一緒にパフォーマンスとかはしてないんですけど、中学生と高校生でダンス部に入ってたらしいので、なんかちょっとこの間ダウンとか、はい、アップとか、あとなんかアイソレーションってこうなんか首だけを動かすとか、そういうなんかダンスの基礎的な部分あるんですけど、そういうの分かるって聞いたら、あ、それは分かりますって言ったらね、ちょっとこれからステップとかいろいろ教えていきたいなって思ってます。じゃあ本人も楽しみだし、その刺激を受けるね、はい、あゆみちゃんとか周りのメンバーの、ね、姿も楽しみですね、はい、楽しみです。なんかメンバーカラーがミルクティー。そうなんですよ。ミルクティーってペンライト何色にしたらいいんですかね。多分これからですね、はい、公式で13色入ったチャイリウムは販売されるかなと思うので、ぜひそれをお手に取っていただいて買いたくなっちゃうよね。それでまたぜひライブ来ていただけたらと思います、はい、ね、いや楽しみです、はい、さあちょっとメンバーの話で盛り上がりましたが、今回栗原のパプリカ編、はい、石田あゆみが行く栗原のパプリカ編は7月23日土曜日のあらあらかしこで放送されます。お楽しみに。さあどうします、もう少し収穫します。そうそう、さっき言ってた、うん、なんだっけ、アイソレーションですか。あ、そうそうそう、ちょっとやってみて。アイソレーションだから首だけなら、うん、こう首だけこう動くよみたいな。はいはいはい、首だけって言ってるんですよ。動いてる。押さえてたよ、みちゃん体。押さえます、押さえます。はい、ここ、はい、ここ動かないで、首だけ反発しないで。首難しいかな。じゃあそうだな、じゃあちょっとこの胴体が、はいはいはい、胴体だけこう右に動くみたいな。いやな、顔もいっちゃってるんで。どういうこと。胴体だけ行くんですよ、こうやって。こうやってこうですね。体がこうありますよね、はい、今浜さんはこう動いてるんですよ、はいはいはい、こうやってこう動くんです。残すってこと。残ってないの。分かんない。難しいね。アイソレーション。違います。まっすぐのまんま平行移動。やばい。何？これやっぱできないとメンバーにはなれない。なれないですね。ちょっと良かったです、新メンバー花さんじゃなくて。いやちゃんで良かった。いやちゃんで良かった。腹ごしらえします。あ、そう、お腹空いたんですよ。お腹空きましたね。我々お腹空いてるんで、じゃあちょっともぎ取らせていただいて。パプリカ。